10日に投開票の参議院選挙は今日、選挙戦最後の日曜日を迎え、各党の党首は街頭演説で支持を訴えました。さまざまな物価高騰の中で苦しんでいる、そして将来に不安を抱いている、これに対しては政府が責任をしっかりと担って、この万全の体制を進めていく。この円安物価高で自民党の目線、姿勢っていうのは、庶民、国民の方を向いていないんだということが明らかになった。予算の予備費を使って緊急にやるべきことをやる。困っている方々、生活に困っている方々には現金給付をやる。喉元にね、おかしいじゃないかと刃を突きつけるぐらいの迫力のある、覚悟のある、そういうまともな野党が必要なんですよ。人を大切にする国を再建したい、新しい建国のつもりで、もう一回人という最大の、そして唯一の日本における人材を大切にする国に変えていきたい。軍事費2倍って言いましたらね、日本の軍事費世界3位になっちゃいます。他国に脅威を与える軍事大国そのものではありませんか。消費税を廃止にしたい。消費に対するブレーキ、それが消費税です。そのブレーキを解除すれば当然消費は喚起される。社民党が作りたい社会は、すべての子どもが自分のなりたいものに挑戦することができ、すべての人の尊厳が守られる社会です。弱者を守る、特に年金で生活されている方の受信料を無料にする、これはね、ある意味当たり前のことですよ。今回の参院選は、物価高への対応や安全保障政策などが主な争点です。来週10日に投開票されます。